アンサンブル。ようやくこの時が来た。おう。だが、ことを始めるその前に、お前に機会を与えてやる。え？今度こそは、受け止めてみせろ。え？ついに始まるってこと？ここは？ああ、よく知っている。この古びた礼拝堂は孤児院だ。身寄りのない子供たちが肩を寄せ合い、一つの家族として暮らしている。ちっぽけで貧しくて、しかしとても温かな場所だ。俺はそんなこの場所を心から愛している。だからこそこの手で守ると決めたのだ。と見ればこの手は真っ赤な木の実が入ったカゴを抱えていた。そうか、思い出した。この日はあいつの誕生日で。だから俺は朝早くから一人出かけて、あいつの好きな木の実を取ってきたのだった。それなら早く見せてやらねば。いつもなら必ず誰かしらが出迎えてくれる。だというのに今は誰の姿も見えなかった。違う、そこには奴らがいたはずだ。みんなは奥の部屋にいるんだろうか。久しぶりにみんなの顔を見たくてたまらない。なぜだろうか。きっとこの扉の先にみんながいる。そう思うのに足が動かなくなってしまう。この先に進んではいけない。どうして俺はそんなことを思うのか。知っているからだろう。何を。この先にあるものを。この先で何があったのかを。さあ、扉を開けろ。うるさい。こうして見るんだ。黙ってくれ。あの日、お前が目を背けた現実を。俺は何も見たくなんかない。怖いのなら手伝ってやる。やめろ。その目に刻め。そしてもう二度と。やめてくれ。忘れるな。マジか。俺は。
違う。だって、女、真っ赤で、倒れて、血が、どうして、なぜ、なぜ、どうしてお前が、これで少しは思い出せたか？違う。だってこんなはずがないじゃないか。あいつがおかしくなっていて、そしてみんな、もうとっくに殺されているだなんて。そうだ、俺は信じない。こんなものどうして信じられるというのか。そうか、残念だ。それならお前の役目はここで終わりだ。待て。何を言って。ベッドから体を起こす。そうして重たい息を一つ吐いた。また逃げ出した。こういうことか。臆病者め。ともかくあいつの役目はこれで終わりだ。あとはすべて俺がこの手でなさねばならない。スレン。どうしたの？もしかして眠れなくなっちゃった？いや、彼方の方を、彼女の方は見ずに窓際に立つ。雲が多く、月明かりもまばらでいい夜だ。出かけるぞ。こんな時間に？ついてきてくれ。うん、スレンが言うなら。何事もなくすんなりとやってくることができた。だが本番はここからだ。アスコット。足元が輝きを放つ。的中たちの脈動に呼応するように輝きはなおも増して。光あれ。
相変わらず神器臭い場所だ。スレン、ここは？妖精郷へと至る道だそうだ。妖精郷って…お前たちの故郷かもしれないな。先を急ぐぞ。あ、ちょっと。変わり映えしない洞窟の中を歩いていく。その途中、つい先日に、スプリガンとやり合った場所に差し掛かった。あの後、作った壁は元に戻したが、その時に少しだけ地面に傷跡を残しておいた。気づいてくれているといいんだが。ねえスレン、一体何をするつもりなの？それにさっきからなんだか変だよ。この先に行けばわかる。もうすぐだ。行くぞ。どうして出口か。暗い洞窟の先に光が差し込んでいる。この先には妖精郷があるはずだ。いよいよだな。一つ言っておくことがある。え？前に言ったな。お前が俺を裏切らない限り、俺もお前を裏切らないと。うん。約束というものを俺は決して破らない。それは信条とも言うべきもの。自らに定めた決して曲げられないあり方だ。だが初めから破綻している約束はその限りじゃない。おお、そうくるよな。そもそも成立すらしていないのであれば、それはもう約束とは呼べないものだ。そんなものまで守れるほど律儀な性格はしていない。どういうこと？今ここで説明はできない。どうせすぐにわかることだ。行くぞ。待って、スレン！とうとう洞窟から抜け出した。暗がりに慣れていたせいで目がくらんでしまう。だがそれも次第に落ち着いて。んじゃ、ここはかつては妖精王の森だった。心がもう焼け野原や。マジか。そこは血の色でできていた。夕暮れよりもなお赤い、まがまがしくよどんだ空。赤茶けてひび割れた乾き果てた大地。
そこに根ざす黒くただれたような木々すらも、ところどころに赤いおきびがくすぶっている。そこから時折はぜるような音がして、赤い粉と、赤い火の粉と灰だけが物悲しげに舞っていた。何これ。これが妖精たちの故郷。偉大なる妖精王が治めた妖精王の森があるという異界。伝説に語られる楽園、妖精郷だというのか。漂ってくるほのかに甘い匂い。意識した途端に吐き気を催しそうになる。それはまるで刺繍のようだった。そうか。見渡す限り広がっている焼け焦げたような木々の残骸。かつては緑滴る美しい森だったのかもしれない。だが今ここに横たわっているのは森のムクロだ。命の息吹などを微塵も感じられはしない。この地は死で満たされてしまっている。スレン、なぜ妖精郷がこのようなありさまになっているのか、俺にはさっぱりわからない。だが、そんな俺にもわかっていることがある。つまり、ここは墓場であり、王に終わってしまった世界なのだ。だとすれば、これ以上にふさわしい場所もない。ねえ、スレン、私。リア。あらまあ。え？唐突に聞こえた声。その主が戸惑いがちに歩み寄ってくる。どうしてここに？メル、私は。それにスレンまで。え、なんで？まったくだ。クライブ先生、ここは禁域なんだ。担い手といえども気安く立ち入ってもらっては困るね、兄弟。いや、そもそも入れやしないはずなんだが。いつも通りの軽い調子でありながら、こちらを見る目は決して笑ってなどいない。だな、入ったってことはそういうことだもんな。どうやらここが禁域というのは本当らしい。聖教会としては伝説の妖精教がこんな恐ろしいありさまだと知られては困るのだろう。だがそんなことはどうだっていい。
こんな場所まで何をしに来た？あんたと同じということになっている、うん、まさか根源を。あらゆる神秘をこの国に荒らしめる存在、根源。この男たちもこの地でそれを探していると聞いている。それが何のためかは知らないが、奴らよりも先に根源を見つけ出し破壊する。多分そうすれば魔術が使えんくなるんだろうな。妖精が消滅するっていうことで、それが俺に与えられた使命だ。でも実のところそんなことはどうだっていいんだ。使命も何も知ったことではない。俺はただ己の目的のために全てを利用するだけだ。洞窟の痕跡を見たよ。あれを残したのも君で間違いないかい？気づいてもらえて何よりだ。それでこうして待ってくれていたわけだ。おかげで探す手間が省けた。そういうことはそういうことか。鍵か。つまり君は僕らに用があってきたのかい？話が早いな。だが用があるのはあんた一人だ。待って、ちょっと待ってよ、スレン。喋るな。魔力を込めた命令には逆らえない。なるほど、こういう具合か。君は本当にスレンなのか？スレン、スレン・アイリークか。そんな人間は初めからどこにもいない。え？君は一体。わからないか、クライブ・バークレイ。いや、クライブ・アスコット。え、何？なぜその名前を知っている？待った。うん？逆に一つ聞かせてほしいんだが、アラドという名前の男を覚えているか？バカな、ありえない。そうか、忘れてはいないんだな。だが死んだ人間がここにいるはずがない、とでも言いたげな顔だな。そうか、さすがに他人の空似だと思ってたが、生きていたのか、兄弟。死んださ。10年前のあの日、お前たちの目論見通り、俺たち家族は一人残らず殺されて。そうきたか。あげく死体は家ごと焼き払われた。残されたのは俺一人。それも果たして生きていると言えるのか。
今の俺は過去から続く亡霊でしかない。お前たちにとって俺たち家族は適任だった。もとより外との接点がない孤児ばかりだからな。ろくに知りもしない子供たちがどうなろうと誰も気にせず、やがて忘れ去られて終わる。本当にこれ以上なく適任だったろうさ。それは。それで俺を殺しに来たのかい？俺を殺せばお前さんの気は晴れるのかい？まさか。憂さ晴らしをしたいわけじゃない。そんなものでは断じてない。俺はただ許せないだけだ。星の探検を抜き放つ。そうして目の前の男へと突きつけた。大司教殿の加護、あの人の見極めをどうやってごまかした？ああ、魔術や魔法に類する力、妖精の加護。妖精たちから愛されし者だけが授かる大いなる恩恵。大司教は他人の嘘をカンパする加護を持つ。え、あのママン、そんなすごかったん？この復讐をなすにあたって厄介極まりない力だ。へえ。だから俺は。俺は一つたりとも嘘をついていない。人格を二つにしたってこと？それだけだ。俺は俺自身を隠すことを選んだ。あいつを表に立たせれば嘘をつく必要はなくなる。そうやってここまでたどり着いたのだ。なるほど。俺にはさっぱりだが、並大抵のことじゃない。お前さんは大したもんだよ、兄弟。だからこそ残念だ。拾った命をどうしてみすみす捨てに来た？どの口が言う。言ったはずだ。もうとっくに死んでいるとな。信じていたものに裏切られ、何もかもを奪われて、どうして俺たちは殺された？だがそれでも。どうしてと、そう言ったな。仇を討ち、死した者への手向けとしたい。それも当然理由の一つに違いない。だがそれ以上に何よりも。なかったことにさせないために。このためにこそ俺はここまでやってきた。家族との思い出も、胸の内で煮えたぎる憎悪も、決して忘れたりはしない。何があろうと手放すわけにはいかないものだ。ここにあるのは俺が家族を愛した証であり、奴らを許したその時にこそ俺は残されたすべてを失ってしまうだろう。もしも
そうなってしまったのなら、いなくなってしまったみんなのことを一体誰が思い出してやれるというのか。まだ俺は終われない。一度は確かに殺された、そのはずだった。なのにこうして未だに未練がましく続いている。もはや望むべき未来などなく、ただ過去を示すためだけに消えずにいる。そんなものはもはや聖者ですらありえない。ただ終わらずにあり続けているだけの虚しい存在。だがそれでも、俺が俺であるためにも、俺はお前たちを許さない。消し去られた何もかも忘れないために許さない。剣を抜け、英雄。それが俺の、残された俺だけにできる復讐なのだから。はあ、眩しいったらないな。クライブ。やつが腰に、腰の剣を抜いた。来いよ兄弟。だからあの回想の時に茶化しとった兄貴分ってのがクライブってこと？マジ？久しぶりに一丁稽古をつけてやる。なるほど、リアに注目させることによってクライブをきれいに隠したってことか。うわーすごい、ミステリー要素もできるな。待ってよ。今にも切り結ばんとする俺たちの間へとメルが歩み出てきた。そやな、先日友達になってね、これからも友達でいようぜって誓い合った仲なんにさ、これはあんまりだよ。二人とも冗談だよね。ねえスレン、嘘って言ってよ。どいていろ。さっきからわけわかんないしさ、こんなのおかしいって。メル、クライブが静かに首を振ってみせる。わかんないよ。俺はそいつを殺さなければならない。メルとてクライブという担い手を慕う花嫁。こうして間に立ちはだかれ、かられてしまえば、俺には決して越えられない壁となる。しかし、無論そうなることは分かりきっていた。だからこそ、リアを求めたんだな。だからこそ、無理を押して通るために。壁を打ち破るための武器が必要だった。リア、もう喋ってもいいが、代わりに一つ仕事を任せる。何を言って。スレン、ダメだよ、そんなの絶対ダメ。マジか。メルを排除しろ。え？スレン！
たける怒りそのもので殴りつけるような豪華。迫り来る圧倒的な猛威を前に、俺になすすべなどありはしない。こんなものに対抗し得るのは、同じ花嫁を置いて他にはいない。婚姻の儀に割り込んでまで担い手となったのはこの時のため。リアという旧国の英雄を血塗られた復讐の刃とするためだった。あいつが見ていたのは淡い夢だ。英雄になるだの、ウィザードだの、すべてはとうの昔に終わってしまった夢の、なんだっけ、残暑ではな、まあいいや、でしかなかったのだから。リア、目の色変わっとる。しっかりしてよ。なんで、なんで私たちが殺し合わなきゃいけないの。メルがどれだけ呼びかけてもリアには届いている様子がない。これを打ち破るのは相当やろ。本人の意に強く反した命令ともなると、自我を奪ってでも遂行されてしまうのかもしれない。好都合ではあるが、つくづくヘドが出そうになる。リアの剣がまばゆい力をまとっていく。そこに見えるのは敵を排除するという明確な意志。さしものメルといえども、あそこから放たれる一撃を受ければただでは済むまい。メル！地の果てまでも貫くような極大の閃光と、万物を、灰と化すだろう灼熱の炎とが衝突する。純然たる力というものは恐怖を超えて見るものをただ畏怖させる。枯れた大地が鼓動し、乾いた空気がはぜて震えて、衝撃の余波に肌を焼かれながら、俺はただそんな現実を実感させられてしまう。爆風に髪をなびかせるリアの顔には何ら一切の感慨もなく、淡々と次なる一撃のために力を込める。光々と輝くその剣は地上に生まれた星のようで、攻防一戦、模擬戦で見せた斬撃とは比べ物にならない規模だ。遥か地平線まで立ち並ぶ木々がひとまとめに切り捨てられる。それを見て押し寄せる帝国の軍勢が、瞬きの間に物言わぬ死体の山へと変わる光景を原始した。いや、事実これまでそうしてきたのだろう。だが、相対する神秘もまた
中必滅の斬撃をものともしない怪物。あの光の斬撃から一体どうやって身を守ったのか。彼女は燃え上がる炎のような尾を引きながら猛烈な勢いで距離を詰めてくる。銃口から放たれた弾丸と見まがうようなその速度はおよそ人間では及ぶはずもない領域だ。あの様子だと懐に潜り込んでの接近戦こそメルの本領に違いない。リアとてそれは理解しているだろう。だがそれでもメルを振り返ることはできなかった。振り切ることはできなかった。しなやかな体から繰り出される連撃がリアを襲う。思わず見とれそうな軽やかさだが、あの一発一発が異様も砕く威力を持つことを肌で感じる大気の鼓動が教えてくれている。幾度目かをかわしきれず剣で受け止めたその瞬間、抜き止め！リアの眼前で、剣打が炸裂した。迫撃砲を幾重にも束ねて放ったかのような、それは巨大な要塞すらも、崩落させてあまりあるだろう一撃。人間ならば肉片すらも残らないだろう猛威の中で、それでも彼女は五体満足なまま立っていた。障壁を張られちゃったか。やっぱり上手だね、リア。あの様子ならどうにか抑え込むことはできそうだ。さすがに打ち倒すとまではいかないようだが、今はそれで十分だ。少なくともこれで邪魔が入る心配はなくなったのだから。まったく、なんてことを。冗談だろう。家族を犠牲にして成り上がった裏切り者が今さら俺に正道を説くのか。それを言われると耳が痛いね。でもな、兄弟、道ってやつには正道も何もありはしないのさ。いつだって選べるのはたった一つ、己の心に従うというちっぽけな自由だけだ。もういい、黙れ。お前さんもそうだろ。こうする他になかった。わかるよ、兄弟。黙れと言った。おい、眼前まで飛び込んでの一撃は寸でのところで受け止められる。ひとかけらも迷いはないか。続けざまの連撃。それも難なく全て受け切られてしまう。そう、問題はここなんだよ。そう、いや、確かにその病み上がりで大変かもしれんけど、それでもやっぱり英雄ではあるわけだからさ、生半可じゃない実力を持っとるわけやろ。ここなんだよ。どうやって倒すんやろ。だが、その腕、感知はしていないそうだな。そうきたか。スプリガンとの戦いで負った傷、治癒魔法でも治しきれなかったという
女王陛下のお墨付きだ。いかに英雄と呼ばれようとも万全でなければその実力は発揮できない。たった今、数度打ち合って確信した。これなら届くと。いやらしいじゃないか兄弟。だが戦い方は進歩がないな。昔と変わらず短絡的で突っ込むことしか能がない。今のお前を殺すのにそれで何の不足がある。口が悪いのも変わらないか。ふん。何を言われようと関係ない。再度正面から全力で突っ込んでいく。またバカ正直な。見える。振りかぶられる斬撃の剣。一瞬先に巡るであろう奇跡までもが明確に感じ取れる。それが俺の加護。身に迫る危険を察知し、時にはこうしてわずかながらも未来すら見せる。役に立つが忌々しい。妖精からの、寵愛だ。終わりだ。研ぎ澄まされた一線が眼前から放たれる。この勢いでは避けきれず、さりとて探検ごときで受けきれるはずもない。言うまでもなく、筆名の一撃。筆名か。やつの歯に沿わせるように探検を滑らせる。受けきれずとも反らせはする。それも負傷した男の剣だからこそだ。このまま一気に押し通す。切ったが浅い。まだだ。止まるな。このまま一気に畳みかけて。なるほど、向こうの能力か。待て、今こいつが何か。おう、とっさの予感に身構えるのと足の裏に激しい衝撃を感じたのがほぼ同時。次の瞬間、俺は空を飛んでいた。眼前にはあの男と不自然なまでに突き出した大地、地面。冗談だろ。まさか魔術で地面を操って俺を空まで打ち上げたとでも。くそ。無防備なまま落下していく。とはいえすぐ目の前でこれほどの衝撃を生み出したのだ。クライブ自身もただでは済まなかったようで地面にへたり込んでいる。今のうちになんとか着地を。このままの勢いで切りかかったりせんかな。メル、会いに行くとそううまくは行かせてくれないらしい。ごめんリア、そこどいて。とっさのことでリアの注意が頭上に向いてくれていたのが幸いだった。その隙をついてリアを思いっきり押しのける。スレが無防備になっているこの瞬間を無駄にすることはできない。クライブが動けないなら私が。なるほどね。空中では身動きなんて取れないのだから今のスレを狙い撃つのは簡単だ。死んでしまわないように加減はしつつここで無力化してしまえば。拳銃？え？
落ちてくる彼が懐から取り出したものを見て思わず眉を潜めてしまう。まさか切り札だとでも言うのだろうか。雨のように銃弾が降り注ぐ戦場をこれまでいくつも駆け抜けてきた。だから私は知っている。あんなものは恐るに足らない苔落としだ。そもそも空の上から撃ったところで正確な射撃ができるはずもないのだ。魔力とか込めれるのかな。当たればさすがに痛いから、いつもなら障壁を張って身も守る。銃弾なんて届かせない。触れる寸前に焼き尽くす超高温の炎の障壁。でも当たらないのなら今はそれすら必要ない。全神経を攻撃だけに注ぎ込んで試練をここで撃ち落とす。まあそうなるよな。引き金が引かれたけれども、気にする心配気にする必要なんて。当たる。1秒にも満たない刹那の瞬間、身を守るよりも本能的にかわすことを選んでいた。地面を蹴って襲い来る銃弾から身を翻す。それなのに、まあそうなるよな。風の力で銃弾を曲げたってことか。私の胸の真ん中を。彼の放った銃弾が正確無比に貫いていた。当てられた。銃弾がまるで私を追いかけるみたいにして。銃を撃つ寸前に何か魔術を使っていたようだった。でも妖精って傷ついたらすぐ回復するんでしょ。あれは確か投げたものを狙った場所に当てる魔術。高いところの枝になった大きな木の実を石を投げて落とす時なんかに使う。そういう子供向けのおまじないだったはずだ。まさかこんな使い方ができるなんて。おいメル、メル。そんなに慌てなくてもいいのに。いつも雑にあしらってくるくせにこんな時だけ心配するのはずるいと思う。平気。だって私は人間じゃない。私が人間だったら、きっと死んでしまっていた。でもブライドは死んだりしない。どんな大怪我をしたってしばらくすれば治ってしまう。その不死性こそが私たちの最大の武器。死なないのだから何があっても負けたりしない。さすがに手足を吹き飛ばされてしまえばしばらく動けなくなってしまうけど、この程度なら問題ない。痛いけどただそれだけだ。私はそういうものなんだから。うん、もう大丈夫。それより今はスレンのことだ。彼はこの隙にまんまとクライブの前に降り立ってしまっていた。私は絶好の機会を逃してしまったのだ。銃なんて魔術頼りのこの国にはないものだ。こんな真似をしていることでいい。やっぱりスレンは帝国の密偵なんだろうか。もし そうだったなら彼は私たちの敵なんだ。止めなきゃ。リア、やっぱり行かせてくれないらしい。ああ嫌だな。さっきはリアのことを思い切り殴り飛ばしてしまったとすごく痛かっただろう。私にだってよくわかる。殴った私も痛かったから。
さっきもらった銃弾よりもずっとずっと。そっちの方が痛かったんだから。でもごめんね、今だけは許して。リアをこんな風にしてしまうだなんて許せない。私とした約束も嘘だったんだろうか。さっきの話、何が何だかわからなかったけれど、クライブが何かひどいことをしたのかもしれない。でもそうだったのだとしても、憎いとかそういうことじゃなくて、スレンはただすごくすごく悲しいんだって、それだけは私にだってよくわかった。だからやっぱりこんなの間違ってる。悲しいのならちゃんと泣いて、たくさんたくさん泣いたなら、お互いちゃんと謝って仲直りをしないといけない。理屈はわかるけど、家族殺されとるからな。そうしないとダメなんだよ。そうでないとあんまりにも悲しすぎるから。私とリアがそうみたいに、あの二人だって殺し合ったりしちゃいけない。どうしてかはわからないけれど、そうなのだと心の底から強く思う。だから私は、待っててね、リア。私が絶対助け出してみせるんだから。風の魔術の応用でどうにか無事に着地した。改めて敵と対峙する。悪いが、少しばかり話が変わってきたな。兄弟、お前さん、まさか帝国にいたのか。死んだはずの人間がこの国にいられるわけがない。生きていると知られればお前たちは俺を消しに来るだろう。帝国に逃れられたのは偶然だ。10年前、家族が皆殺しにされたあの日、奇跡的に生き延びた俺は、何の因果か帝国の密偵に拾われた。そうして密偵とともに、あのグリムベル大森林を越えて帝国へと逃れたのだ。それから10年、拾われた俺は帝国軍の下で汚れ仕事をやらされながら生きてきた。今日ここに至るまで幾度となく死に目を見て、文字通り必死にここまでやってきたのだ。それで今は帝国軍の密偵か。差し詰め任務の内容は根源の破壊。ミディールの協力者から帝国にもたらされたあらゆる神秘の大元たる、根源についての情報。それさえ破壊できたのなら、魔術はおろかブライドすらも消し去ることができるという。信じるに至る保証などなくとも帝国軍暗部は動いた。命知らずの密偵をたった一人送り込むという形で。お前の言う通りだ。だがな、あいにくと俺にとっては任務なんて知ったことじゃない。
自殺志願者を募るような話にあえて乗ることで、この閉ざされた国へと舞い戻ることができた。協力者の助けを得て学院に潜入し、ついにここまでこぎつけたのだ。ここでなら誰の目にもつきはしない。協力者をやたら匂わせてくるな。これでお姫様とかあったら最高なんだけど。この男は根源を探す中で行方不明になる。どうして俺は何食わぬ顔で次へと進むことができる。そやな、あと二人おるからな。俺は俺だ。任務があろうがなかろうが、俺のやることは変わらない。お前を、お前たちを殺す。それだけだ。そうかい。わかった。ならいいんだ。何？やらされてるわけじゃない。あくまでお前さんの意思なんだろ。なら、俺がどうこう言うことじゃない。お前さんの好きにしたらいいさ。ま、そう簡単にはくたばってやれないんだがね。愛も変わらず、どこか上からな物言いをする。昔からお前のことが嫌いだった。おお、ひどいな。あんなに可愛がってやっただろう。孤児院で数年間を共にした。だが俺よりも年上だったクライブは早くに孤児院を出てしまい、大司教の助けを得て学院に入学した。危うい状況にあった孤児院を守るため、そう言ってやつは魔術師団にまで入ってみせた。なのになぜ殺した？クライブは俺たち家族の希望だった。ウィザードと呼ばれるまでになってみせれば、もう誰も孤児院をないがしろにはできなくなる。たまに帰ってきて顔を見せると、決まっていつもそう言っていたのを思い出す。形は違えど、念願かなっての英雄だ。さぞかし満たされたことだろうな。なんだその顔は。今更になって後悔しているとでも言うつもりだろうか。そんなふざけたことを誰が認められるものか。久しぶりに語らうのも悪くはないが、続きをしよう兄弟。殺すか殺されるかだ。それが望みなんだろう。ああそうだな。言われるまでもない。証拠りもなく。正面からの単純な切り込みなどではない。袖に仕込んでいた毒針の投擲、それがすべてあえなく剣で弾かれる。小賢しいな。だがそれで問題ない。消えた。こっちだ。お、背後から太ももを突き刺して即座に飛びのく。ひとところにとどまればさっきの二の舞だ。場合はせず確実にこうして削いでいくしかない。今のはなんだ。ただ早いってだけじゃないな。アンリエッタちゃんに使ったやつかな。勘がいいな。一時的な気配の遮断。さっきは針に注意を向けさせた上でこの場から自身の存在そのものを絶った。魔術ではなく単なる技術。暗い世界を生き抜く中で培った。生き残り殺すための技だ。一筋縄ではいかんやろ。随分と年季が入ってるらしい。そうか。
大変だったな。何度も言わせるな。どの口が言うんだ。そうだな。クライブ！抜けられたか。見ればメルがこちらにかけてきている。リアはやられたのか。もはや時間をかけている余裕はない。今すぐにでもこいつを。土壇場になるとすぐ焦る。危険を感じた。その時にはもう遅かった。足を払われ視界が回る。みっともなく地面に転がった俺に向けて。昔からの悪い癖だ兄弟。やつの言う通り、焦るあまり完全に下手を打った。やつの剣が俺を捕らえる。ダメだ、こんなところで終わるわけには。やつの剣は俺の頭の横に転がっていた。ここらが限界か。お前さん、やっぱりいやらしいじゃないか。その剣、何か仕込んでたな。はあ、あらかじめ毒を塗っていた。散々傷つけても効かないものだからダメかと思っていたが、ここに来てようやく毒が回ったらしい。それでも命を奪うには至らず、体の自由を奪うだけにとどまっているようだが、それだけで十二分に過ぎる結果だった。そりゃそうか。本気で殺しに来てるんだもんな。兄弟、お前さんの勝ちだ。面白くもなんともない、実にあっけない幕切れだった。我ながら拍子抜けしてしまうほどに。ああ、本当につまらないものだ。込み上げる虚しさとともに案件を固く握りしめる。俺はお前たちを許さない。ああ。どうしてかつては兄のようだった男へと、家族なのだと信じていたその男の胸に短剣を突き刺した。クライブ！すげえ、ちゃんとここも描くんだ。そりゃそうか、これでクライブ死にそうだもんな。生温かい鮮血が降りかかる。やつの命の最後の炎だ。最後の熱だ。なあ兄弟。なんだ。悪いがこいつを頼んだ。やつが刺すのは？わかった。オンに切る。指輪を外すということは？メル、悪かったな。兄弟、負けるなよ。この男は。ああ、約束する、兄弟。
メルの体が淡い光に包まれて、いや、こんなの、いやー、儚い光の粒となり砕け散っていった。どうしようもなく胸が張り裂けそうになる。これでいい。そう信じる他にない。これ全部終わったとリアにどう説明するんよ。事後処理どうするん。彼女は違うのだ。あれは死者の残響のようなもの。かつてあったものの姿。死人の皮をかぶせられたいびつな人形のような存在。そんなものは見るに堪えない。まずは一人だよな。あとはもう一人のブライドと大司教官だよな。仇を討った。動けるようになったか。メルが消滅したことで命令も失われたのだろう。我に返ったようではあるが。憔悴しきった様子でその場に膝をついてしまった。当然といえば当然か。だがそれでは困る。せやんな。お前にはここから先も付き合ってもらう。どうして。これは何に対しての言葉だろうか。思い当たることが多すぎて何も返すことはできない。あなたは誰なの。俺はかつての俺はすでに死んだ。だから今ここにいるのは。俺はスレン・アイリークだ。そう名乗るべきなのだろう。そんな、だってスレンは。リアが求めているのだろう。あの臆病者、あいつもまた他でもない俺自身で、絶望して奥深くに沈んでしまった今であっても、あいつは確かにここにいるのだから。今ここにある過去の亡霊、それがスレン・アイリークの正体だ。あなたは復讐したいの。そうか、リアも含まれとるんだった。実行犯。そうだ、大司教ともう一人の先生殺した後にリアを消滅させれば復讐が完了するな。うわ、マジかよ。リアがそれに気づくのっていつだ。体験版だからもうそろそろ終わりそうな雰囲気だよな。製品版気になる。これ嘘でしょ。嘘でしょ。これうますぎるわ。自我を失っている間も話は聞こえていたらしい。そのためにここにいる。じゃあこんなことをまだ続けるの。ああ、こんなものはまだ始まりに過ぎないのだから。残る仇は3人、いや4人だよな。先生とあのいけすかないクソガキ、大司教をリア。ウィザード。お前か。オンベルト・バランタイン。そうきたか。銀のサワン、ルシエラ・リーガル、そして大司教ミラ・ローゼス。あ、そうか、ルシエラ殺せば花嫁も自動的に死ぬから
確かにそうか。そうや、勘違いしとった。そうだ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 。姉嫁に何にも、そうか。だってあのクライブのことをあれしとったけど、ああそうや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 。あそうだ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 。あの日の惨劇を主導した忌まわしき者たち。そして。そして最後に。そうして俺は、うつろな目を向けてくる妖精の姿を見据えて、極光の二つ名を持つブライド、リア、お前が俺の家族をその手にかけた。ここでバラすんか。え？10年前のあの日に、お前のその手で俺は全てを奪われた。忘れはしない。許さないと誓ったあの日のことを。私が信じた家族の姿をした亡霊、血塗られたまがいもの。そうだろう。そうだリア、お前こそが最後に撃つべき俺の仇だ。うおー、またおもろいところで終わったな。へー、はい。ということで極光のマリアージュ、もう発売しとるんやったっけこれって。延期とかしてないよね。はい。なのでそうやそうや、あの任天堂スイッチ版でリア編だけをその非18金で2000円で販売しとるんですよ。とりあえずこのシナリオが気になったら、あれよ、リア編だけでもいいからとりあえず買ってみて、でもうちょっと世界が大きい話、スレンの復讐だけの話ではなくて、もうちょっとでかいスケールの話とかになるんだったら、この左右の2人のシナリオにも関係してくるだろうから、それを手に取っていただければって感じだね。すげえ、めちゃくちゃおもろかった。やば。はい、ということでいかがでしたでしょうか、極光のマリアージュ。アドベンチャーゲームの作り方がめちゃくちゃうまくてさ、文章の書き方もめちゃくちゃ良くてさ、さすがアンサンブルの執念作品。それこそこのアンサンブルって、そのアンサンブルっていうこのメーカーなんだけどね、このメーカーさんってプレイ実況、体験版を含めてプレイ実況って一切認めてないんですよ。けどこれが執念作品で、なんかそのプレイ実況してでもいいから、そのなんだろう、みんなにこの作品をとりあえず知ってもらいたいっていう気持ちがなんか伝わってきたな。すごいな、面白かった。実際おじさんはこれね、製品版を手に取って個人で楽しみたいと思います。はい、普通に読み物としてめちゃくちゃおもろかったな。音読するのはしんどいから、しかも主人公にボイス、スレンにボイスがついとることで、ねえ、これはなくてはいかんわ。うん。この憎しみの感情とかさ、そういうのを、文字だけでは表現できんから、だから、主人公フルボイスはもう、100点だね。主人公フルボイスであることを 100% 生かした状態だったね。すごいなこれ、面白いいね。はい、ということで気になったらぜひね、手に取っていただいて、プレイしてみてはいかがでしょうか。かなり長い本数になったと思うんでね、視聴も大変だと思いますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。はい、それではお疲れちゃん。